相鉄線の2試合です。今から約1週間前、相鉄新横浜線の開業がありましたね。それによりここ西谷から横浜間がローカルというか支線化みたいになってしまったみたいなんで、今回は実際に乗ってどのようになってしまったのかというのを皆さんにご紹介していきたいと思います。あ、なんだろうあれ、東海様かな、ちょっとわかんない。東海様だったらいいんだけどな。ということでよろしくお願いいたします。ということで西谷の入地線からやってきましたね。今回の西谷発の駅停車横浜行き、車両は1万1000系ということで233系スペースの車両が来ました。中見た限り本当にもう233系ですね。ああ、駆け停車横浜って書いてある、すごい。ああ、そしてこちらにはね、同じく東急の4050系4000番台来てるんだ。大体の人がこっちに乗って、こちらの人が移り込むって形なのかな、ちょっと分かんないんですけどね。まあせっかくなんで乗車していきましょう。ジャケゴマ、なかなか、あー痛い痛い痛い。車内はマジで233系という形ですね。本当にマジでね、まあ座席の方と同じなんじゃない、あとこのクリーニングスペースだと同じだったから、まあ本当に233系の方、ありがとうございます。本当に各駅停車、横浜行きです。GR、ジートリック総合車両所ってな。ああ、これジートリック合併してからのやつなんだね。今の相鉄線ってね、新津かね、東急でどっちかに使われてたんだけど、まあ、それからね、総合車両所、これ使って新津に使われてます。というわけでもうすぐ星川に到着です。今現在この号車には北欧系も含めまして保線車両の人とあと乗客2人ということで4人しかいないということで、本当にもうローカル路線だなって感じです。そんなローカルの運用に10両編成がつくっていうね、まあこともまた素晴らしいですね。隣の号車は3人しかいないですね。僕の号車も2人ぐらいです。やっぱりこれもっと少なくてもいいんじゃないかなと、まあ個人的に思ってしまうんですけどね。もう相鉄の車両って10両編成か8両編成の車両しかいないわけですし、まあでもねこうしないと運用回らないんでしょうかね。いや、そしてもちょっと話変わるけど、マジで233ね、だってまあでもね、あ、ちょっとドアが閉まります。車両ちょっと233系ベースだけど一部ちょっと変わってて、
JR の 233系はアルミなのに、こっちはだからパイプ荷物だらけは、まあ相鉄の1万系と合わせたり、あと E234系と合わせたりね、してそこだけは合わせてんでしょうね。ということで次の停車駅は天王町です。ということで、まもなく西横浜に停着です。西横浜付近でね、まあ、このように JR 線と交流して、まあ最低の横浜で並走するという形みたいです。このところって福線なのかな、何回言ったか忘れちゃった。そんぐらい線路がもう6本あるっていうのが特徴ですね。いや、お平沼橋だけど新しいね駅。展示ブロックが新しい、綺麗。ん、これ仮設なのかな。ちょっとそこわかんない。リニューアル工事してるみたいですね。西岡間。あ、平沼橋随分変わりましたね、ほんと。音がマジで233系っていうのがマジでね、まあ、地元乗ってる気分。うん、地元に233系いたっけ。相手は的坂ちゃん、あれも233系、あとは慶応坂だ。ということで次の停車駅は終点の横浜です。現時点で、まあ、最後のもうすぐ終点なんでね、乗車率見てみましょうか。あれ1人減った、あ3人になっちゃった、やべえ。ここだけで3人、隣の号車は3人。やっぱりあれなのかな、特急とかの方が早いからそちらに需要持っていかれちゃってるのかね。いやでもすげえ平沼橋と横浜駅間違う、地形なほんと。ということで終点の横浜に到着です。お出口は分かりません。あれ、あ開いた開いた。というわけで終点の横浜に到着です。あ、前の人が人多いですね。後ろは人多くなかったのに。ちゅうわけで、まあ、終点の横浜に着きました。今回はね、まあ、ダイヤ改正で新しく誕生した西発横浜行きに乗ってまいりましたが、どうでしたでしょうか。まあ、前の方は需要あったみたいだけど、後ろはあまり需要ないから、これ10両じゃなくて8両専用でもいいのかもしれないなというふうに乗って自分は思いました。なんでね、まあ、皆さんもね、ぜひよろしければ東鉄に、の総鉄に来て、まあ、乗ってみてはいかがでしょうか。まあまあこんな感じで、まあ、動画終わりますので、高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。というわけで本日もありがとうございました。